ライトク女学校は、明治時代、青森県弘前市に設立されたメソジスト系のミッションスクール、弘前学院の前進校である、1880年に建設された、弘前教会街道。ライトク女学校の校舎を兼ねた1886年、アメリカ人のカロライン・ライトの出資によって、本田ダ洋一が弘前教会内に建設した。校名は、 出資者ライトの生にちなんでライトとなった。ライトは函館にも自らの出資で女学校を設立している。なお、1885年に、本田は愛原英剣に広崎教会を託して仙台のメソジスト教会に転任し、さらに1888年東京英和学校に転任する。後にライトは娘を失ったことを忍び、その偉いを記念して、 1887年に大徳の孔明を広崎愛女学校に改めた。その頃、中田茂春が小遣いとしてしばらく働いていたことがある。また、同時期には後に中田の妻となる小立勝子が同校で教師を務めていた。1889年には広崎女学校として文部省より認可され、教会から独立した私学になる。 1901年に、元大久町から坂本町に校舎を移転した。戦後の1946年には、聖愛高等女学校に改祖し、1947年、1948年には、学生改革によってそれぞれ新生聖愛中学校、聖愛高等学校に移行し、1950年には、広崎学院短期大学、1971年には、 広崎学院大学を開学し、現在に至る。ありがとうございます。